作り話。女、別れ話をしている。あのね、あなたはいつもそうやって理由を欲しがるけど、理由なんて結局後付けなの。だから、たとえあたしが流暢にそれっぽいこと2つ3つ並べたところで、あなたは納得いかないだろうし、あたしも説明しながら、なんか違うなって思うわけね。それって時間の無駄でしょ？気持ちの無駄遣いでしょ？そういうところが嫌なの。うんざりなの。ね、うんざりなんて言いたくないし、言われたくないでしょ？あなたみたいなプライドの塊は特に。話せば話すほど、あたし、自分が醜くなってくみたいで嫌なのよ。ね、もう勘弁して。お願い。わからない。口から出てくる言葉の方が心を汚すのよ。誰かに愚痴を言ってもすっきりしないのは、そういうこと。しつこいなあ、しつこい。好きな人ができたんじゃないってば。むしろ、しばらく男はいい。てか、一生いらない。なんていう女は信用できないってあなた言いそうだけど。でも、今思ったでしょう。確かに、そんな女に限って、すぐ次の男拾ってくるけどさ。あたしの言ういらないは、男がいらないんじゃなくて、あなたがいらないの。そこ笑うとこ？なんかその余裕ムカつく。ムカつくわ。だから、理由なんてないって。あってもなくても同じだって。あなたはね、納得したいんじゃなくて、反論したいのよ。あたしが何か言ったら、それに対して、これはこうだからとか、こうとも考えられるとか、地味にあたしをバカにして、いつの間にか、迷路みたいなところに誘いこもってんでしょ？もうその手には乗らない。嘘でもいいからって？ふふ。本当に？じゃあ、嘘って分かって聞いて、それで納得してくれるの？まあいいわよ。そのくらい付き合ってあげましょう。もうね、愛情はなくても情はあるからね。さてさて、どんな嘘をついて差し上げましょう。一世一代の作り話だな、これ。じゃあね、あの日、覚えてるかな？モカが死んだ日。いや、だから犬よ。そりゃ飼ってないわよ。嘘をつけって言うからちゃんと嘘をついてんでしょ？犬を飼うならモカって名前がいいって何度も言ったじゃない。そう、飼ったこともない犬が死んだ日の話。うん、あの日ね、私モカが死んでるの見つけて泣いてたじゃない。前の晩もさ、もう立てなくなっててね、鼻をおでこにくっつけるともらってきた日の匂いがするの。でも死んじゃった途端に触るの怖くなって、でも触ったら、うん、触ってるうちに涙が止まってね、あ、本当に死んじゃったんだって思ってね。そっからはもう庭に埋めなきゃって思ったの。子供たちが起きる前に。そりゃいないよ。作り話だって言ってるでしょ。え？必要かどうかわかんないけど、なんかいるの、なんか。そういう設定なの。一瞬悩むのよ、もちろん。モカが死んじゃったところをちゃんと見せるべきか、あるいは隠すのも親としてありなんじゃないかとかね。あなたには言わなかったけど、埋め終わる前に子供たちが起きてきたら見せよう。あたしそう思ったの。あなたが庭で穴を掘ってくれてるときにそう決めたの。窓越しにシャベルの音が聞こえてね。10分かそこらかな。穴を掘り終えて2人でモカを埋めて、でも最後まで見てられなかったじゃない、あたし。先に戻って子供たちがまだ寝てるの見てほっとしてソファーでぼーっとしてたの。そこにあなたが戻ってきて、あたし見ちゃったの。あなたの顔。そう。あの時ね、あなたはお礼を言ってほしそうだったの。朝から犬を埋めてやったんだから、感謝されて当然。そういう顔、そういう目。もちろん、あたしが勝手にそう思っただけかもしれないよ。でもね、だからね、あの時ありがとうって言えなくて、ご苦労様って言ったのよ。確か。覚えてる？笑う。覚えてないよね。そりゃ、作り話だもんね。でもね、全部作り話だってこと以外は、全部本当なのよ。